ブルーホワイティングは南ダラ族を構成する一種、プタスダラとも呼ばれる。大西洋北東部のモロッコからアイスランド、スピッツベルゲン島、地中海北部に生息しているほか、カナダとグリーンランドの間に位置する大西洋北西部にも生息しているが稀な存在である。体型は細長く、区間部の仮面は銀色。体長は最大で40センチメートル以上にもなる。 南半球では禁煙種の南ダランが生息している。ブルーホワイティングの漁獲は1970年代に始まったばかりであるが、この種は過去数十年の間にロシアを含む北欧諸国の水産業の中で重要性を増しつつある。漁獲量は1998年から2008年にかけて100万トンを超えた。国際連合食料農業機関は2006年。 ブルーホワイティングを5番目に重要な漁獲魚種だったとしている。しかし、資源の加入量は2006年に低水準に落ち込み、それ以降も個体数が回復しなかったために産卵数が減少し、最終的には漁獲枠の大幅な削減を余儀なくされた。2011年の漁獲枠は4万100トンに設定されたが、 これは記録的な漁獲量であった2004年の240万トンの2%以下に過ぎず同年の実際の漁獲量はその枠を上回っている。2012年には国際海洋探求会議が漁獲枠を年39万トン以下にすべきだと勧告した。1998年から2008年の漁獲量には及ばないが2011年の漁獲枠に対する 大幅な増加は、資源量の評価を見直した結果である。しかし、個体の増加量は依然として少なく、資源は減少すると予測されている。この勧告を受けて、沿岸国は2012年の漁獲枠を39万千トンに設定した。この種は通常は生で販売されずに、魚粉や魚油に加工されるが、ロシアや南ヨーロッパでは、食用魚として販売される場合もある。 フェロー諸島の切手に描かれたブルーホワイティングスペインで食用に販売されるブルーホワイティング大西洋北東部においてブルーホワイティングはフェロー諸島欧州連合アイスランドノルウェーの排他的経済水域と航海を回遊しているストラドリングストックであるそのため効果的な漁獲の規制には国際的な協力が必要であるアイセスは 同地域のブルーホワイティングの漁獲枠に対する勧告を行っている。本種の量は長い間、創業閣僚の配分に関する国際的な協定が結ばれていなかったため、主に各国が定めた漁獲量に応じて規制されていた。その結果、創業閣僚はアイセス,スが勧告した漁獲枠を大幅に上回った。しかし、2005年12月にフェロー諸島欧州連合、 アイスランド、ノルウェーが協定を締結し、時にオリンピックフィッシングとも呼ばれた期間に終止符が打たれた。2006年以降、量はこの協定に基づいて規制されている。この協定では EU に最大のシェアが与えられたが、割当て量の交換を経て、ノルウェーが最大の年間割当て量を保有している。日本では主に魚肉を衣で包み白身魚のフライにして食べられる。 業務スーパーの白身フライには本種の魚肉が使用されている。ありがとうございます。